猪木海守は日本の実業家、政治活動家、ペノール歌手。兄弟には、相良俊一、アントニオ猪木らがいる。神奈川県横浜市鶴見区出身。1958年に一家でブラジルに移住し、コーヒー豆、落花生農家、牧場を営んでいた。現地で高市教振興に入信。アントンハイセル事業を推進する傍ら、フィデルカストロ。 アルベルト・フジモリ、サッター・アム・フセインら各国の指導者にネットワークを広げた。1989年の第15回参議院議員通常選挙に際し、弟のアントニオ・イノキが決闘したスポーツ平和党に参画。国政進出後は公設第一秘書を務める一方、永久機関やヘドロ浄化などを研究していたものの、借金問題で解雇された。1991年には、 弟が開催した湾岸戦争停止を訴える平和の祭典に協力し、同等最後の代表も務めた。その後、各地に闘魂神社を建立する計画を発表するなどしたが、全部沙汰闇になっている。同等公認候補として1992年の第16回参議院議員通常選挙、1998年の第18回参議院議員通常選挙、 さらに2006年9月10日執行の静岡県、熱海市長選挙にも無所属で出馬したが、すべてで快楽戦し、協託金を没収された。その後もプロレス会場などに姿を見せており、2003年5月1日には、新日本プロレスの興行である、アルティメットクラッシュ東京ドーム大会で、テノール歌手、パブロチョキとして、工場の月を披露したこともあった。 2011年3月23日、胃がんのため、東京都内の病院で死去。72歳を打つ。生前の本人の話によると、世界語大宗教を統一せよとの掲示を受け、その実現のため日夜奔走していたという。ありがとうございます。